鉱石たくさんあるけど、これまだ焼く場所作ってないでしょ。相当鉱石掘った。核はまだ、核でも6個あるじゃん。え、6個あるよ核。あ、なんでだ、なんで6個あるんだ。まあいいや、作るか。取ってきただって、ホタロ。ホタロ取ってきたらしい。じゃあ、ちょっと待って、じゃあ作れるんじゃないか。多分、焼き場が、溶解炉と炭焼き釜で2つあるんだけど。両方必要なんじゃねこれ。でも溶解炉あれば、炭は。先溶解炉じゃないですか。まあ、溶解炉とりあえず作ってみる、とりあえず。とりあえず溶解すれば、あと石か。ちょっと待って、これ、俺相当いらんもん持っとる。ちょっと持ち物が重すぎて、なんかもう、ガンナエみたいになってる俺。溶解炉作るよ。やっべ、ここに作っていいのか。作るよ。なんかカラス来た。やめろ、コタロヤギいじめるな、カラス。ごきげんよう。鉱石の原石をこの炉に入れれば、すべての不純物が溶け出し、あっという間に精錬された金属の塊が残る。炭が必要だ。これは釜を作り、木を入れて作ることができる。はい、無理と。はい、ダメです。あと4つ、結局いる。炭を作らなきゃいけないけど。炭は、生肉を焦がして。あ、そっか。生肉を焦がせば手に入るのか、まあ一応。頭悪々だけども。4個集めに行きますか。でもなんか、この辺にあるらしいよ。何してる。なんか、コタロがなんか儀式を始めた。あ、立てまくってなんか炭作る気だ、こいつ。やばい、炭作る気だ、これで。無理やりやってる。でも これでさ、炭ってなんか生肉とか、やんなきゃいけないでしょ。もうなんか焦げたんじゃねこれ多分。まだ炭になってないか。あ、炭だ、炭。でもさ、これで大丈夫なの、炭で大丈夫なのこれ。加工できるアイテムを持ってない。待ってよ。ちょっと待って、じゃあ、入れて突っ込んでみるか。チェスト。銅鉱石。で、銅鉱石追加した。なんか焼けてるよ一応。なんか焼けちゃってる。あ、炭入ってるわ。おーおーおおお、いけるのかこれ。これ持ち物、ちょっと言って、これ重すぎる、これマジで。いや、クソ重いで、これ。新しい素材、銅、火事場。何か火事場って。なんだか作業台の。作業台のなんか上位互換みたいな感じか。作業台で作るのかな。火事場みたいなの作れることになってるけど、火事場、これか。炭、木、銅、作業台。で、火事場ってのを作れる。まあ、炭全然足んねえよ、これ多分。肉が多分大量に必要だと思う。もう炭20分の2になってる。もう多分肉が足りない。もう。森が動いてるって言ってるぞ、これ。やばい、それ。動き元がいない。全然なんかでも、いないね。あ、でも、俺らのところに赤いマーク来てるな。あれなんかいる。ああ、ようやく来た。ちょっと挑発したら来た。来たよ。やば、全然当たんねえ、これ。もう令和のロビンフット早く来てくれ。令和のロビンフット今行きます。あ、もうこっから狙撃するか。ちょっと待って、どんな狙撃もう。出来よう、まさかそこから撃つのこの距離で。いや、お前超目の前に押してるやん。指の性能が。なんかどっか行った。なんかドワーフ殺したら樹脂を落とすってどういう理屈なんだろう。それ食べてんのかな。樹脂を食べてる。草食獣なのに俺ら襲ってくんの。カブトムシみたいな。てかさ、もしさ、あいつのところ行ったら、ボスのところ行ったら、あいつ生きてんの、まさか。いや、確かめ行きます。まあ、行く必要あんまないような気もするけど。なんか生きてて得るもの少なそう。なんか生きてるの見つけても、あ、残念だったねみたいな。残念というか、なんか、あ、そうかみたいな。あれ、帰ってきた出来子たち。なんか小太郎、なんかあれ行く、討伐行く、なんかあるんでしょ、石室みたいな。こっち、あ、みんなこっちらしいよ。いや、俺らこっちにリスポーンセットしないと。あ、そう。まあ、もう死なないけど。あ、あと、羊、鹿の肉吊るしといてほしい。炭にするから。もう鹿の肉食ってる場合じゃない、多分、現状。炭が足りなさすぎて。で、どこだ、もう ずいぶん先行ってんな。開拓し尽くしてるね、なんかこの辺。小太郎。あれ、なんかヘルスカ入ってきてね。おい。もうヘルスカ、ヘルスカ、ちなみに、鹿のところにいる、まだ。ヘルスカ、もう文明から置いていかれた。ヘルスカ、もうそれも一人でサバイバル始める。OK。ヘルスカ、とりあえず、俺らのところに頑張ってたどり着いた方がいいと思う。うん、それ、頑張ってます。島何個離れてんだ、これ。
やべやべやべ、文明持ってるこの骸骨。やばい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 。死ぬ死ぬ死ぬ。あ、ロビンフットは？ロビンフット、もうそろそろ到着します。まだ到着してなかったの、レイオンのロビンフット。レイオンロビンフット、森山。一番やばいの来た、一番やばいの来た。大丈夫か？あ、ちょっと。あ、お店入ってるのか。あ、これやべえわ。うん、死んだ死んだ、1名ダウン、1名ダウン、こっち。最後。ロビンフット助けてくれ。おロビンフット来た、ロビンフット来た、強い強い、かっこよ、かっこよ。それ俺のこの狙撃。え、な、あ、俺なんで死んだんだ今。え、わからん。ロビンフット前線大丈夫？おお、小太郎の前衛で、前衛がバックアップしてくれてる。よーし、いいね。あ、これリス、リスじゃん、これリス壊さないと。壊れた。あ、もうついた。ん？あ、もうついてる。何個だこれ。4つありますよ。いや、え、ま、マジ？マジ4つあるじゃん。え、勝った、もう。もういらんわ。お、お、ああ。え、てか、とりあえずなんかこう、もう隅には困んないはず。ちょっとなんか持ってくんね、この。じゃあ俺持ってますよ。持ってくれと。オッケー。行こうか。もう中敵いないですよ。いや、もう多分もうなんもない。多分もうなんもないから帰るだけの気がする。ん？なんか不思議な構造になってるな。人を惑わせる作りになってる。あ、もうあるんだこの部屋いっぱい。この核は持っとくわ俺。他のもの取ってほしい。何もないか。多分全部フルクリアだと思う。帰って炭焼き作るか。え、でもこれでなんか鹿肉無駄にしなくて済む。炭焼き釜、石が20個か。これでなんか銅の装備作って、防御力を充実させてからじゃないと厳しそうだね。だいぶいける気がするけどな。なんか焼いて防具固めれば。石5、これん、溶鉱炉、それは溶鉱炉で、それをそれに入れるための炭が必要だから。できたか。あ、できた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 。釜置けました。あ、めっちゃ木入れられる。おー、やばいやばい、なんかやばいやばい、なんかすごい処理落ちしてる。なんかインテテンセ、なんか上倒れてきた。おい、ちょ、なになに、アクロバティックすぎ。ヤギさん壊れるってワンチャン。できたやつは炭はこっちに、でこっちに炭を入れてば多分溶鉱が開始されて銅が溶け出すはず。でただ銅はまず一旦火事場の設備に使うから。あ、火事場で行きます。この辺なんか屋内じゃないの、なんかちょ屋内使えんのかな。これ屋根が必要だ。こいつ屋根作らなきゃダメだ。作業場系壊して屋根ある場所持ってくか。手狭だな、かなり。なんか作業場、工場作りたいかも。使えるわ。きらめく銅のナイフ、切り12、刺し12。銅装備きた。火事場なんかアイテム作るのあるんだけど、すぐあのボス戦に使えそうな雰囲気がない。全く青銅とかなの。どうだっけ、青銅ってどうやって作るんだ。もしかして、あ、てか錫と混ぜるんじゃなかったっけ。確か錫と銅を混ぜたらなんかできるんじゃないっけ。もう一回錫と一緒に入れるみたいな。なんかマイクラで下覚えあるぞ、錫と銅混ぜて青銅にするみたいな。なんか言われて、なんかブロンズとなんかその違いは青銅と銅ですよみたいな。え、なんかそういうのやった気がする。何かで、ね、なんかのゲームで。それか宇宙クラフトとかだったような気がする。あ、追加した鈴鉱石。ちょっと待って、鈴鉱石追加したらなんか無理やり混ぜれた。なんか出てくるかも、これで合金できる。合金できるかも。合金して青銅に変えれる可能性ある。いや、ダメだ、銅のままだな。鈴と銅別々でやって、そのできた完成したやつをあ、もう中に入れたのこれ出せないから、もう10個出し切るしかないかも。まあでも、じゃあヤギ、なんかでけえの、でけえの入れたんか。どうした、されてる。急に、急すぎん、急展開すぎる。ふた。
突然の来訪。ちょっといや、弓のなんか能力上げたいな。粗雑な弓、川の切れ端と川か、鹿川か。え、結構その川の切れ端系とかってあるの、インテリ先生たち。めっちゃありますよ、この。どこだっけ、どっかのチェストに。どっかのチェストに。おか、これだ。ちょっと待って、前の。あるね。ちょっと、借ります。返せよ。いや、もらいます。はい。いただきます。川の切れ端はでもそんなない感じか、これ。なんか効率よく集めれる方法があればね。あの、畜産とか。あ、畜産ってどうやったらできるんだろう。捕まえてベリーあげる。痩せる。捕まえてベリーをあげる。で、増やすみたいな。捕まえるのは、恋でも、なんか穴でもいい。高速できたらいい。イノシシ？ここに連れてくる感じ？あの、ちょうど都合よくさ、平野に一人いるんだよ。ああ。フィンランド人が。あのフィンランド人使わねえか。マヤサっぽいやっぱね、それ。なんか言ってる、フィンランド人。なんか言ってる。ですから、イノシシの殺して、川の切れ端を大量に持ってきてほしい。川の切れ端。そう。川の切れ端が多分 そんなに多くない量が。多分20個ぐらいしかないから、多分。ちょ待って、敵語何入れた今。どう？あ、ちょ待って、どう入れない方がいいもん。鈴入れた方がいい。マジですか？うん。あー。いや、ちょっと待って。鈴今やったらなんかレシピいろいろあるんですか？今、性能作るって話だったよね。どうやってた？いや、俺もさ、いや、俺出来よ、あの、小太郎とヤギが何も入れずに見守ってるのに、あ、ちゃんと話聞いてくれてるんだ。俺がわざわざ、あの、忠告しなくても大丈夫そうだなっていうふうに思ってたら、出来横がガン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 って入れてて、ヤギ作り直してる、もう一度。ヤギ大丈夫か？コスト上がったりしてないか？それ。あ、コスあたりしてないっぽい。大丈夫なんだ。大丈夫っぽい、そこは。あ、よかった。救われた。4コロじゃ鈴入れちゃうよ、俺。じゃあ、どう入れていいっすか？いや、違う、だからそうじゃない。ちょっと待って。そうじゃない。待って、落ち着けで、キヨコ。ちょっと、とりあえず鈴入れて、その後どう入れる？ 5個どう入れていいと思ったもん。ヤギが入れた。詰めてくるか。聖堂ってのはできるわ。鈴5と銅10でできる。クラフトで作る感じだわ。かなりコスト重いから、まあ、大事にしないと。可能なら鈴用と同様の陽光炉11ぐらいで、まあ、もう核集めてこいよ。核集めないと、あとしかもワープテレポートにすらも使えてないから。俺ら作業台レベル上げたくない？上げた方がいい気がする。ここだってもうそんな重くなかった。いや、重くないコスト。川並次第は切れ端は20あるあるけど、火打ち石があとねえんだ。火打ち石あるあるある。あるな。まあ作れはするけど、マジでワープ大事な気がする。もうちょっとその辺散歩して集め、なんか核がもっとあれば戦争曲がるし、いけるから、核をもうちょっと作っていいんじゃないかな。まあ、ありなんじゃないんですか。まあ、北の僕たちが使ってたキャンプに行けば全部あります。火打ち石とか？はい。草原バイオームなんで、集める。あー、なるほど。草原バイオームで必要なものが全部あるってことか。北に行けば、北のキャンプに行けば。まあ、陸路でも、北田でもか。とりあえず聖堂このありもので作ってから考える。おい、相当いろいろ手に入ったぞ。聖堂1個ちょっと終わってる。だってあの みんなこれ持ってみ、この聖堂。聖堂をここ落とすから、聖堂1つ持ったらすごいことになる。なんかアンロックの量が、これこいつの足元で拾ってみ。なんかもう異常な量アンロックする。ほんとやばい。火事場すごいことになるよ。はい、これ聖堂大革命。聖堂のアトゲイル、真の戦士の道具。なんかえぐいのいっぱい。聖堂のバックラー、聖堂の剣、聖堂の槍、聖堂板のレギンス、脚部を覆うスネ当て、聖堂の兜、船や家具を作るのに使われる聖堂の釘。やばすぎ。あ、川の切らし、これも使うんだ。いや、川の切らし使いそうだね。火事場のアップグレードって設備レベルってなんかどうやって上げるんだろうね。上げれんのかな、どうにかして。あ、鉄みたいなのがある。上げれる、これ多分レベル。聖堂だな、同じく。うん、同じく聖堂。やっぱ聖堂がちょっと多分もう大量に必要だね。てか聖堂の矢とか作ったらあいつ討伐結構できそうじゃない？なんか。聖堂レギンス、聖堂キュライス全員フル装備してボス倒しに行ったんじゃない？これだったら鹿革あるから多分作れるよ、聖堂さえあれば。武器は多分そんな必要ないかもしんないけど、結局矢だからあいつと戦うの。全員分のキュライスとレギンス作るとなると、50個銅、50個鈴が必要なのかな、多分。
で先に面作って掘るの簡単にするとかも。あーまあ確かにそれは割とあり、まあ、あと一番いいのがもう一個溶鉱炉作ることだよ。あの核を大量に入手してたからちょっと冒険行ってもいいかも。なんか北の東の長老を突っ切ってこっちの方まで。ヘルスカずっと同じとこいるけど大丈夫？ギリギリ存存できてる。生存できてる。ヘルスカね、ここ俺らの拠点あるから。俺ピングしてピンしてる場所。ああ近いね。だからそこで暮らして俺らがワープゲートを作るまでヘルスカ待ってるっていうのが、まあ、多分ワンちゃんそこ割と暮らせるから、まあ、なんかワープゲートを、あともう一個洞窟探せば多分ワープゲート作れるはず。ワープゲートってどうやって作るんだろう、はい、聖堂の斧マストで作んなきゃダメっぽい。なんか聖堂の斧がないと切れない素材があるっぽい、うん、それを使ってなんか白樺みたいなものはその聖堂の斧じゃないとダメで。ああなるほど。下に結構あるその俺らのキャンプの方に、うん、多分草原にあるんだよおそらくあれは。あでももう今はできなさそうな気がする。とりあえずポータルが足りない。多分今小太郎が探し回ってるけど、ポータル俺もちょっとポータル探してこようかな。俺もちょっと行くわ。さ石に紛れてそうですげえ嫌だよね。確かにだる微妙にだるくない。遠くから見たら分かんないっすもん。だからこれは多分トロルの洞窟だよな。これは一応入ってみるか。あ意味なし。あこっち海か。もう別の大陸っすね。もうこれは前の大陸のとことか。前の大陸戻って探し行くのワンチャンかも。前の大陸の時そこまで注意深く俺ら見てなかったと思うんだよおそらく。ついでにヘルスカ回収しに行く。で前の大陸行ってできれば前の拠点のその石焼き場とかなんかその辺のやつを回収した方が多分いい気がする。向こうの資材本当に丸ごと持ってくるみたいな。資材とかを全部持ってきたいからできれば人数多めで行った方がいいかも。じゃ行ってみます。前の拠点みんなで行った方がいいと思うよ多分。なんかワンチャン攻略しなきゃいけないし出発の準備だけしましょう。一人あれする残す番を。ああ炭焼き炭と青銅職人出来横いる。出来横やる。あ任せてください。鈴と銅を無限に。とりあえず青銅が12個できたから斧持ってって向こうで白樺持ってもいいか。ああ確かに自然破壊されすぎだろこの丸太の群れ。俺は暇でずっと切ってた。とりあえず物入れてから行くか。でも出来横は青銅の斧を作った後キュライスレギンス製造でいいと思う。わかりました。もちろん行こう。戻るよ。じゃあちょっと俺たちが帰ってきた頃には揃ってるのを願って行こう。責任重大だな。責任重大だよ。ああトロルや。トロルどうすんのあれ。殺すの。殺す、まあ、こんな弱ってるし殺すか。青銅ちょっとよかわいそうになってきた。なんかトロル最初見た時のこの脅威が。お死んだ。ああ溶けた弱っこいつ。よし乗り込め行くぞ。ヤギ早い。ヤギ早い。ヤギ手振ってる場合じゃないヤギ。あのちなみに俺ちょっと調べたのよ。さ海普通になんかリヴァイアさんいるらしい。あのちゃんといるらしい。で、あの、イカタでもなければ逃げられるのは可能だから、あんまり心配する必要ないって書いてあったけど、俺らイカタなんだよ、もちろん。まあ、遭遇したら終わりということで。あっと！え？え、いや、多分その何かだね。多分。ちなみに、青銅の釘とかがあれば、なんか作れるらしい、ちゃんとボート、ちゃんとしたボート。ヘルスカそこで待ってて。まあ、ちょっと寂しいけど。大丈夫。すぐ行く。なんで俺らがこう動く方向に限って向かい風になってんのかな。まあスマホでも見ながら待ちましょう。おお、ついてる。いつの間にか。ついてねえわ。一個向こうの大陸だ。もしかして。おいバカ何やってんだよ。もしかしてぶつかってるこれ。なんかぶつかってんのこれ。えなんかやばいことになってるね。なんかガコついてる。なんか何かが。このボートも安くないから経費が。
皮が痛いですね。そう皮が痛いからあんまり壊れてもらっちゃ困るんでね、簡単に。なんとかなったっぽい。多分見えない岩みたいな、なんか障害物に引っかかってるんだ、うん、それかなんか下にある岩みたいなのが描写されてないみたいな、こう下のなんか岩みたいなのあんじゃん、なんかでちょっと石みたいなのがなんか描写が漏れてるみたいな感じなのかも。ヘレスカ、俺らが迎えに行きたがらない理由分かったっしょ。分かったかも。クソ時間かかる。やっべやべやべ。なんだ今の。分かんない。分かんないですね。何もなかったはず。何もないはずなんだけど、なんか大激突みたいな音がする。まあこういうものなのかも。あ、近いね。もう近いはず。一応ここでぶつかるとか分かるんだけどな。早くなんかロングシップみたいなやつ乗れるらしいから、それ乗りたいよ。今のは明らかにぶつかったな。確かに。なんか作業台になんかさ、もたれかかってない、何か変なものが。なんか現地民がお迎えしてくれてる。とりあえずヘルスカのところまで行くか。マジでやばいやばい、死ぬ。えぐいえぐいえぐい。ここで死ぬのは、ここで死んだらマジでやば。死ぬのは釜焼き組になる。釜焼き組。二人目来たら進みたいと思って。結構きつくないこれ。しかもさ、なんかさ、俺さ、思うんだけどさ、後ろからトロール来てる。あ、死んだ。あ、小太郎、トロール死んだ。死んだ。いや、すまん、ヘルスカ。あ、ケースク取れてバラしたまんのと。なんかみんな、あのベルヘイムっぽい言葉でなんか言ってくれた、何か。ああ。釜焼き組です。釜焼き組二人追加スタート。釜焼き班来ました。何すりゃいいんだ、これ、こっちで。まあ3人で探検。ロングシップ作れるんじゃね、これ青銅こんなたくさんあったら。ワンチャンあるで。青銅の釘20本作ってみました。新しい素材。青銅の釘っての入手しただけ、何もアンロックされてない。多分だけどこの次のアップグレードのやつな気がする。なんだっけな、ちょっと待って。なんかハンマーとか作らないと、まあ、そもそもハンマーとかもね、何もねお話にならん感じになってる。なんだっけ、木と石ってハンマーか。原始時代に逆戻りみたいになってる俺。あ、小太郎、後ろ、なんかやられてる。え、めっちゃ強い。え、聖堂めっちゃ強いで。2回殴ったらシャーマン死んだ。え、やば。ガチやばい、ガチ。文明力の差見せつけられた。文明の差感じるな、なんか。トロルも殴りでいけるかも、もしかしたら。こんだけ強いと。多分、上質な木でなんとかなるから、上に行けば作れるっぽい感じする。バイキング戦とかいうすごいの作れる。なんか、転覆しやすいとかって書いてあるけど大丈夫かな。まあ、いやでも、イカダよりは。イカダよりは。イカダって今まで転覆したことないよね。なんか、ベルヘイム、どうしても序盤に泳いで渡れない対岸に移動するときだけに使うべきなものらしい。本来俺らなんかフル活用してなかった。なんかもう本来もっと早く作るべきだったらしい。これ行ってみます、北の大地に。行きようこと俺で行くか。行きますか。オッケー。小太郎焼いてて。一時的な炭焼き職人引退。オッケー、小太郎頼む。ん、そっちへ行くか。いや海で帰るで。マジ？でも安全かもな。え、イカダないよ。イカダあるっす。あ、もう一台あるんだ。あの、どうしてもの時以外推奨されてない言い方でいく。ははっ。今の場合はどうしてもだから。なんだ。骸骨いる。え、ってか骸骨いるってことはダンジョンあるんじゃね、ワンちゃん。ロビンフット頼む。ロビンフットスタミナ切れ。ロビンフット大ダメージ。よし、オッケー。精度強え。ちょっと、ここ。ん？これ何？これダンジョンじゃね？これ埋葬室っすよ。埋葬室だわ。え、ちょっと待って、どうする？わかんねえ、これ攻略されてるやつかな。ちょっと待って、見てみる。ドア開いてたら、されてる。あ、ドア開いてないですね。いや、これ。あの、ガシャガシャ音する中から。やばい、それ、出た方がいいかも。これは、小太郎いたらワンチャン。小太郎来てくれ。頼む、ちょっと、ここ。多分忘れる、これ。あの、今攻略しないと。あ、てかさ、ロビンフット、斧を持ちなよ。あの、防具ちゃんとあるから、俺裸だから、あ、はいはい、俺が弓持った方が、まあ、なんだろう、後方支援的な感じで。よし、じゃあ俺、近接専門のロビンフットだよ。これ、近接。あ、なんか、弓、ありがとう。矢ある。矢も落としました。あ、16発マジ？大丈夫かな。結構撃っちゃった。
ロビンフッド、ちょっと矢の在庫にはあれなんだな、もううるさくないんだな、まあ、一発で仕留めるんで。ああ、16発16体殺せる、16体はやれると。そう、地下が枯れるんで。あ、来た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 、全力ダッシュでなんかやってきた。歩兵が、え、な、なに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 してる、なにしてる、模擬戦闘訓練。模擬戦闘してる。よし、行こう、行きましょう。どっちから行く？まず右からじゃね。まず右。後ろ警戒する。よいしょ。いいなこれ。ナイスナイスナイス。前は大丈夫か。あ、行き止まりだ。後ろ、あっち行くか。うわ、これ多分メインだ、メイン、ここ。やったか。よし。で、ちょっと待って。リングの角を。あ、小太郎が持った方がいいかも、これ。変えるから、多分。小太郎、はい。ん？リングの角、多分、敵を拾っちゃった。あ、俺が。うん。拾っちゃった。なんか持って帰る系は基本小太郎に持ってもらって。そうっすね。なんかさ、なんかバチバチ音聞こえる、ね、なんか外でやり合ってるの、外でやってしてる。まあほっといても別に。外はやば、すまん、やった。縦がいいわ、縦マジでいい、すごい進みやすい。奥から。俺が、ここは俺が。ナイスナイスナイス。さらに奥。もう今の俺はバサーか。オッケー。行き止まる。ああ、あった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 。あるある。3つもある。ゴールド持ちよ。ルビーとか、この辺も多分持っちゃった方がいい気がするな。お宝部屋って感じですね。気になるのがさ、あのボスドクロが出てきてないのがめっちゃ気になるんだよね。あと、ちょっと待って、小太郎待って、これ2つある。拾った？ゲゲボ持ってない？大丈夫？いや、俺大丈夫っす。オッケー。ん？こっちか。あ？なんか不思議な、こんな構造見たこと、見たことない構造になってる。上の階があるってこと。うわ、めっちゃ来た。めっちゃいるじゃん、めっちゃいるじゃん。小太郎下がれ、小太郎下がれ、死ぬぞ、下がれ。一旦出たい。下がろう。小太郎さん、肉大丈夫ですか？肉あるよ、俺。待って、小太郎休んだ方がいい気がする、これ一回。これさ、いつか壊れるで、これ。木のドア。壊れた。沼ってる、なんかこいつら進めね、身長が高すぎて。矢がない、矢がなくなった俺。よいしょ、あ、倒したら、おお、おお、いや、待って、なんでこういう よりによってこういう時に限ってなんかこうなんかすごい壮大なダンジョンが出てくるの。なんかこれダンジョンごとに個体差あるんだ。なんかこういう時に出てこないでほしかった。みんなの力で行ってる時になんか出てきてほしい。このタイミングで出てくるもんじゃないよ。まだある、まだゴロゴロいってる。よっ、あー、ちょ、できるさ、小太郎さん、小太郎、絶対無理、小太郎。1位絶対。あ、でも、あの紫なんとかしないとまずい。壊さないと、俺も進む。いや、もう死ぬかな。やれ、押せ。オッケー。押した。ナイス。で、小太郎、フル制圧したぞ。多分もうこれでおしまい、ここで。本気で死ぬと思った。やば。危なかった。よし。あ、でもこれでさ、相当な量の9個ぐらいゲットしたんだね。めっちゃ集まりましたね、今回。これでなんか、ん？
いや、まだあるこれ。ワンチャン、ちょっと待って、俺戦闘でいい。もう多分終わり、終わり。さすがに、さすがに終わってくれないと。うん、オッケー。すごかったな、ここ。いや、一、やばかったっすね。じゃあちょっと、コタロー、ここで別れよう。頼むぞ、運搬。頑張ってくれ。運搬任せた。よし、行こう。行きましょう。あ、ちょっと変わろう、武器。はい、弓と。あ、オッケーっす。もうほぼでも弓ってやると多分もう使い物にならないんだよな、もう。いや、聖堂もさ、結構使っちゃってるからさ。めっちゃ使っちゃった。一旦拠点帰って。まぁ、拠点帰って。いや、でもまあこのまま向こう行ってもいいかな、そうだし。まあ確かに。向こうで直せるし。あ、そうなんだ。いや、直せない、聖堂は。あ、聖堂は直せないわ。いや、一回帰った方がいいような気がする。しょ、うん。安全の状態とは言えないけど、なんかそこそこの状態にはしてから行った方がいい気がする。ありがとう、ヤギ。インキャとヘルスカとヤギ、どうなってる？大丈夫そう？なんか見つかった？前に見たけど、もうなくなった。同じ場所に行ったら。なかった？マジ？うん。インキャ転生？見つかんない。ダメそうだな。なんかもう、新しい大陸、なんか船作っていくべきなのかも。あと、インゲ大戦、その大陸から撤退するときに、この拠点の作業台系解体して持ってきた方がいいかも。かなり持ってこれるはず。川なめし台ですよ。川なめし、あ、そう、川なめし台か。川なめし台持ってきた方がいいと思う。あと、切断台も解体できるから。はい。で、修理した。いけるよ。よし、行きます。行きますか。それじゃあねー。まあ、さ、なんか見逃し結構多そうじゃない？なんか今見た感じ、なんか俺らも今偶然見つけたじゃん。なんかこの海沿いに行ってて見つけたけどさ、沼沿いに行ってて全然ありそうじゃない？なんか結構見逃してると思う。見逃しありそうだよな。探して見つかるもんじゃない。偶然発見ぐらいの感じの気がする。よし、ケツからじゃあ任せる。炎開き方は W と W。 まだ開かないでいいと思うよ。多分これ突っ込むぞ、岩に。これめっちゃ入り組んだところに入れたな。やばいところ入ってる。陸路でもいいんじゃね、昼だし。陸で行きます。陸路で行こう。一番下に見つけた方がいつなんだお前。相当前のなんかトロルにぶっ殺された時とかじゃない？多分死因の8割トロルだからなんかしかもなんか奇襲してきた場合ちょっとトロルをこの近くにトロルいるわ。お前の仇じゃんこれ。仇討ちしちゃって。何これやば。なんか陣地になってんじゃん、かっこよ。俺たちの、これが拠点か。めっちゃ時間かかった。これがキャンプ。おお、いいね。何このキャンプ、めっちゃいい。その門良くないですか？え、門マジで好き。これ定住したいレベル。ここ定住したいレベルじゃん。新拠点まである。まああれだよね、多分もっと洞窟行きまくってあれした方がいいと思う。なんかワープゲートでつなぐとか。なんか白樺を倒すのはこれかな？カバ。これがぶっ倒れてんのかも。全部白樺っす、ね。ぶっ倒れてんのからやるか。お、上質な樺、上質な木の弓とか手に入れた。やば。相当文明進んだ、多分これで。ロビンフット強化イベント来た。ロビンフット強化。で、授業知ってた？強化弓。知らなかった。せやが弓の次は銃みたいなイメージだった。イノシシもいる。この世界観でさ、なんかトミーガンとか出てきたらちょっとふざけてるけどね、さすがに。これさ、ワンチャンさ、二馬車作って帰った方がいいんだね。二車作れるよ。あ、でも聖堂の釘ないと作れねえや。ああ、二車とかあるの？二車作れるから、まあ、最悪二車作って帰るのもありかなと思ったけど、聖堂の釘がないから無理。二人で持てるだけ持って帰るしかない。なんか意外と上質な木持てないわ。あ、でもなんかあれでいいと思うよ。なんかあの船できてからでもいいかも。ここに船、あ、そうですね、置いちゃえばなんか海上輸送が多分やりやすくなるんじゃないかな。バイキング船に必要な上質な木の量が30。それだけでも30必要なんだ。ポータルもたくさん必要だな。多分もうポータル作れるよ、おそらく。骸骨、あ、見つけた。やっとやー。骸骨多いなと思ったんだよ。うん、いい感じ。今回なんか文明めっちゃ進んだよ、多分。